友達があなたに頼み事をしました。お金を渡すから食べ物と飲み物、牛の餌、それから庭にまく種を買ってきてくれ。と同時に、あなたは一つのものしか買うことが許されません。さあ、何を買いますか？あなたが買うのは、例えばスイカ。食べられて飲み物も作れて、皮は牛の餌になって種を庭に植えることができます。卵を30メートルの高さから落としますが、卵を割ってはいけません。落ちる速度を落とすことも、衝撃を和らげることも禁止です。どうやったら卵を割らずに落とすことができるでしょう？30メートルより高い位置から卵を落とします。すると最初の30メートルを落下した時点で卵は割れていません。なるほど、確かに象の姿を忘れてしまってください。さて、サファリで動物を見ていたあなた、一人がサイを指さして、あれは象だと言いました。するともう一人はカバを指さして、あれが象だと言いました。あなたは何を信じる？その理由は？あなたは象の姿を忘れていますが、カバやサイの姿は忘れていません。ですから、あなたは誰の言うことも信じないはずです。学校の運動日、すべての生徒が同じ距離を走りました。それぞれの子供は独特の方法で順位がつけられました。ビリーは速さが50番、そして遅さも50番。ビリーの学校の生徒の数はいくつ？100と即答しそうになりますが、正解は99。ビリーは1から50までの並びで50番目に足が速いですが、50番目に足が遅いということは、50から99までの人が続いていることになるため、99人が正解です。スミスさんは警察署へ駆け込み、年代物のネックレスがなくなったと言いました。彼女はひどく気が動転していました。警察が家にやってきましたが、家に人が侵入した形跡はありません。鍵はこじ開けられておらず、ドアも破られておりません。しかし唯一、窓だけが割れていました。家の中は荒らされ、汚れた足跡が床中についていました。しかしその翌日、スミスさんが詐欺で捕まることとなりました。一体どうして？スミスさんが嘘をついていたのは明白。窓は内側から割られていたのです。外から割られていたのであれば、家の床の上にはガラスが散らばっていたはずです。あなたは捕まり、数ヶ月牢屋に入れられました。ある日、独房を開けて廊下に逃げることができたあなた、行く手には3つの出口があります。一つは巨大な悪人面の男が守っており、もう一つは怒り狂う犬に守られています。最後の一つは5分で爆発する爆弾タイマーがカウントダウンしています。あなたが選ぶ出口はどれ？5分経てば爆弾が爆発するため、あとは3つ目の扉から通り抜ければ問題ありません。ビルとジョーは人体の限界について言い争いをしており、賭けを行うことにしました。ビルは南極へ行き、ジョーはサハラ砂漠へ行く。それぞれは3日間、シェルターや衣服もない状態で、十分な食べ物と水だけを持ってサバイバルを行わなくてはなりません。より生還する可能性が高いのは誰？ジョーの方が可能性が高い。南極では凍てつく気温のために、体を保護しなくては1日足らずで人はカチコチになってしまいます。一方、サハラ砂漠では
高い気温が水ぶくれや熱中症を引き起こす可能性があるものの、それは日中だけのお話。夜間はむしろ涼しく、水がたくさんあれば脱水とも戦うことができます。脱獄したジェームズは田舎へ逃げ込みました。荒れ果てた道路で突然、彼は向こうから警察車両が向かってくるのを見ました。ジェームズはしばらくその車に向かい、そして方向を変えて林の方へと走りました。彼がまず車の方に走ったのは一体どうして？車両を見つけた時、彼は橋の上にいたのです。まず橋から降りるために車両の方へ向かう必要がありました。新婚さんがハネムーンへ向かい、ご近所さんには家の安全を見守るように頼みました。彼らが戻った時、女性は停電の最中に高価な宝飾品が全てなくなっていることを知りました。彼女は安全な場所にそれらを隠していたのですが、家は泥棒に入られておらず、ご近所さんは清廉潔白な人間です。宝飾品がなくなってしまったのは事故だったのですが、一体何があった？奥さんは宝飾品を食べ物とともに冷蔵庫に入れていたのです。停電の最中に食べ物が腐り、心優しいご近所さんがそれらをまとめて捨ててしまったのでした。宝飾品と一緒に。ある晴れた風のない日、船が港に着いていました。岸辺には多くの人がおり、船を眺めていました。すると突然、船が素早く沈んでいきました。船に問題はなく、嵐もありませんでした。空は晴れ渡っていました。しかし船は群衆の見守る中で素早く沈んでいったのです。一体何が起きた？特におかしなことは起こっていません。船は潜水艦で船員に潜航命令を出したのです。あなたが卓球で遊んでいた時、最後の球がコンクリートの床に埋め込まれた狭い深さ30cmのパイプに落ちてしまいました。あなたが持っているのはラケットに水の入ったボトル、そして靴ひもです。どうやって取り出しましょう？ボトルの水を穴に注ぎ込めば、ボールは上まで浮いてきます。靴ひもは靴が脱げちゃうので、そのままにして。世界で最も高い高層ビルを建てるのに7年がかかりました。作っていた人々は、毎年その高さを倍にしていったのだといいます。では、今の半分の高さまで作られるまで何年がかかったでしょう。6年。作った人々は毎年高さを倍にしていったわけですから、半分の高さだったのは去年です。あなたの町には低い鉄道橋があり、その下には車用のトンネルがあります。ある日、トンネルの前に巨大なトラックが止まっており、困惑した運転手が歩き回っていました。あなたは彼の元へ向かうと行き先を聞きました。トラックが制限よりも数センチだけ高いため、中に進んでしまうと立ち往生してしまうのです。しかし目的地に向かうには、このトンネルを通り抜ける必要があります。彼はどうやってトンネルを通り抜ければよいでしょう？タイヤから空気を少しだけ抜きます。すると車高が低くなるのです。ルーシーは電話をするときに公衆電話を使うことしかできません。ある日、その電話が壊れてしまいました。電話会社に知らせても何もしてもらえません。翌日、同じ場所へ来た彼女はある一言を言いました。その翌日、電話は修理されました。ルーシーは何と言った？彼女はこう言ったんです。
みんながタダで電話をかけまくってるわよ。ある一家が丸い小屋で暮らしていました。一家は5人、母親、父親、そして息子が3人です。ある日父親が帰ってくるとパソコンが壊れていることに気づきました。母親は出かけていました。長男のマークは宿題をやっていたと言いました。次男のジャックは絵を描いていたと言い切りました。そして末っ子のトムは母親にお仕置きされたから角で立っていたと言いました。嘘をついているのは誰？トム。丸い小屋ですから角はありませんね。長さ1マイルの橋があり、通れる重量の限界は 2300kg です。まさに今橋に入ったトラックの総重量がギリギリその重さ。トラックは橋から真ん中までやってくると一度停車をしました。そこに突然鳥が舞い降りトラックの上に止まりました。さて橋は崩れるのでしょうか。橋は壊れません。トラックは真ん中にやってくるまでにある程度ガソリンを使っているため 2300kg より軽くなっているんです。あなたはリアリティショーに参加することにしましたが、これはサイコパスの仕掛けた罠。彼はあなたに4つのタンクの1つに潜れと言いました。1つ目は毒蛇だらけ、2つ目は強酸のタンクです、3つ目では電気ウナギが泳いでいます、そして4つ目ではバクテリアが大量に繁殖しています。あなたが入って一番生き残る確率が高いのはどのタンク？バクテリアのタンクを選びましょう。まず第一、すべてのバクテリアが有害なわけではありません。また命取りの病気になるものはごくわずかです。ではグッドラック。マークは新しく本を買いました。あらすじがとても面白く夜中まで読みふけってしまいました。真っ暗だったというのに電気はつけず、誰かが代わりにつけてくれたわけでもありません。しかし彼はその夜の間に本を読み切ることができました。一体なぜそれが可能なのでしょう。マークは盲目の人間で点字の本を読んでいたのです。ひょっとすると読んでいた本は e-book だったのかも。さすがにそれでは謎々になりませんか。